あまり雰囲気が良くありませんね。油断するな。その気配がする。システムを復旧しようとしていたようです。セキュリティカードを発見。通路を確保しました。異常ありません。何かに追われているようだった。実験室でですか。ああ、この後ろは何だ。あのパイプからするとあちらの方向が管理室への近道です。静かにしろ。何か聞こえる。
立ち上がるぞ。撃ち続けろ。隊長、この化け物は一体。死んでから時間が経っているようです。また出てきます。どれだけいるんだ。見ましたか。ああ、どこから現れるかわからない。超えれば管理室です。大半のデータにアクセスできるので何か見つかるはずです。急いで離脱するぞ。あそこ。捕まえろ。防弾ガラスです。中に逃げていきます。開けられるか。開けてみます。化け物が迫ってきている。もうすぐです。
なのか。開きました。入ってください。閉めろ。ドアの向こうにブラックリストの奴らがいるぞ。開けます。ジェームズはデータを確保しろ。システムにアクセスしています。実験資料、講演者資料、舞台予算、すべてコピーしました。終わったか。終わりました。隊長、ここにバイオハザード対応システムがあるんですが、起動させますか。起動させたらどうなる。この説明文によると閉鎖し、自爆します。よし、時間の設定はできるか。はい、30分後に設定します。開けろ。ブラックリストも、この化け物を制御できないでいるんだ。こっちに脱出口があるんだ。外に通じる輸送用エレベーターとかな。だからこっちに集まっているんだろう。
降りてきます。脱出できます。